は大体やったのですが、例えばイブ・モンタンさんの自転車乗りという曲があるんですね。で、これは1990年代かな、何回かフランス・レイさんの曲だけをやるコンサートが、例えば新宿高専年金とかでやったんですけども、今のフォローないですけどね、初期の頃のアレンジャーであったクリスチャン・コーベルさんが指揮を してですね。で、フランス先生本人は飛行機が嫌いなんで来なかったんですけれども、当時マネージャーさん、レミ・ルモアールさんという方が、よくいらっしゃってて、まあ、本当はそこでまた仲良くなったんで、その次に私がヨーロッパに勤務で行った時に、フランス先生の家まで来ていただくという、最初に申し上げたところまで、その方のおかげで繋がったなっていうのがあります。まあ、その、新宿のコンサートとかでもやってた曲ということで、自転車の音をちょっとだけあります。サラバっていう、レベルをピエール・バルさんで作って、で、その、 思い出話とか幸宏、あるいは坂本龍一さんも先生とか語ってますけども、の本をいっぱい私読みまくりましてですね、亡くなられたこともあってですね、そういった思いで、その中で初めて知ったんですけども、この「自転車乗り」っていう曲を、フランス・レイが曲を書いて、で、ピエール・バルーがイブ・モンタンに歌ってもらうっていう時にですね、墓地のところで会う約束をしてたのかな、その約束の時にイブ・モンタンさんがお亡くなりになったんですね。だからもうこの歌を歌ってもらえないんじゃないかということになったんですけども、なんと亡くなる前にデモテープでピエール・バルーが歌ったのを受け取ったイブ・モンタンが録音してて、それで世に出ることができたっていうね、すごい逸話があったのびっくりしましたね。まあ、そういうことでフランス・レイさん、いろんな、俳優、女優、歌手、の曲を書いてます。そういう中にこの自転車乗りっていうのもありましたということですね。それでは、そろそろいいのかな。では次の方を呼びます。ミキさん。はい、私たち2人でですね、ベリディエールっていうコンビユニットを組んでおります。ちょっとね、いろんなことがあってなかなか活動できない時期が長かったんですけども、久しぶりにね復活して、最近やらせていただきます。今日はよろしくお願いします。では